ポンポン、イケポン、イケポンポン。はい、どうも皆さん、こんにちは、イケポンです。今日も動画投稿していきます。よろしくお願いします。はい、イケポンラップバージョンということで、お届けしました。はい、ちょっと何言ってるかわかんないですね。はい、今日の動画はですね、練習メニューです。まあ、タイトルにもある通り、180分の LSD 行っていきます。で、今日はですね、180分、まあ、決まってます。で、キロ、いつも7分でやってるんですけど、今日はキロ6分でやっていこうと思います。まあ、なのでキロ6分なんで、約30キロかな、それぐらいは走ること、できると思うので、はい、まあ、何は淀川マラソンまであと2週間なので、2週間ちょいかな。なので、はい、ここでしっかりとそのね、精神力というものをまた改めて鍛えていこうかなと思います。はい、ね、今日もね、また僕が終始一人で結構喋ってる場面が多いかと思いますけど、よろしくお願いします。しゃ、行きましょうか。チャンネル登録よろしくね。はい、では今日の練習行きます。さあ、行くぞ。まあ、今日はね、結構あったかいんで、まあ、ちょっとね、厚着の方はしてきたんですけど、まあ、しっかりと汗かいて走っていこうと思います。よし、180分頑張りましょう。はい、1キロ到達。1キロ5分40秒です。ちょっと早いね。あかんな、もっともっともっと落とさなあかん。てか、この間筋トレでね、ランジスクワットを 100m ぐらいやったんですよ、1回。そのね、筋肉痛がバリバリ残ってる。まだ今日は天気いいっすね。かなり向こう、大阪やったっけ、和歌山やったっけ、はっきり見えるんで、今日は旅行行きたいっすね。旅行、飛行機乗りたいんですよ、今。めっちゃ飛行機乗って沖縄か北海道行きたい。はい、3キロ到達で17分23秒です。もうちょっとペース落とそう。なんかこういう大きい道走っててね、まあ、今は車ないわけじゃないですか。で、渋滞してる時に助手席の人と助手席の人と目が合うのめっちゃ気まずい。しかも僕の場合、頭にカメラ乗っけてるから、みたいな顔された。さっき向こうどんな気持ちなんかな。こっちはこっちで、なんかもうすごい眠たい顔してるとか、あくびしてるとかの顔を見てもらうと、なんか気まずいんですよ。あ、すいませんでしたみたいな。はい、5キロで29分14秒。まあまあいいでしょう、これぐらいで。まあどうせ後半だれてくるでしょう、もうちょっと。あのさ、マジでさ、自転車乗りながらさ、スマホ触るのはやめていただきたい。もう怖いわ。こっちがもう先に避けてんのに、もう見てないから前を。こっちに寄ってくる。で、そこで、あ、なんか危ないみたいな気づくやん。ちゃうねんって。そこで危なって言うけど、ちゃうねん。こっちのセリフや思いながら。ふざけんな、ほんま。もうほんま、勝手に一人で、なんかもう事故るのは別にええけどさ、ほんま巻き込まれたらこっちは叶わへんから、マジで。ほんまにやめていただきたい。ここに出るんか、初めて知ったな。
いい天気ですね、本当に今日は。なんか春って感じ。ちょっとね、風はひんやりしてますけど、まあでもそれがいい感じですね。はあ、まあでも結構たくさんの人があっちの JR 須磨駅のとこにハンバーガーショップ屋さんがあるんですよ。そこにたくさんお客さんいてましたね。でもその須磨駅の前にホットドッグ屋さんがあるんですけど、そこめっちゃうまいんで、ぜひ行ってください。めっちゃうまいっす。あれ何してるんですかね。バレ部活かな。ここで僕が急に乱入したらどうなるんですかね。どんな空気になるんだろう。最近そういうのよく考えるんですよね。やばいやつみたいな。あと電車の中で突然叫んだらどんなリアクションするのかなとか。ただのサイコパスやん。なんかこうこういう時になんかデートしたいなって思う。すごいアホなこと言ってるけど、まあ別に僕彼女いないんですけど、2年ぐらいかいないんですけど、こうねデートしたいなっていう時ありますよね。いや皆さんもあるでしょう絶対。ないとは言わせんよ。まあでもこうね YouTube とかやってると、なんかなんていうんですかね、こう女の人からね連絡来るでしょみたいな言われたりするんですけど、僕の動画見てる人 98% 男の人ですから、はい。残りの 2% しか女の人見てないんで、はい、来ないっす別にそんな。でしかもこうモテるっていう定義が僕はちょっとみんなと違うというか、なんか人によってはこうやっぱ一般的なモテるって複数人にモテるじゃないですか。僕の場合はもう一人の人にモテたいっていう感じなんですよ。僕の中の定義はね、自分の好きな人にモテたいっていう、振り向いてほしいじゃないけど、そんな感じなんですよ。まあ別に好きな人も別に今おらんから別にまあ何でもいいんですけど。っていうね。だから人生のモテ期っていうのがないんですよ。いわゆるなんか複数人からこうバレンタインすごいチョコレートもらったとか、手紙もらったとか、告白されたとか、そんなんねあらへん。ほんまにない。あったとしたら多分割れちゃう。もう0歳1歳2歳ぐらいで終わってるはずや。人生3回もモテ期ある言うからね、もうそれで使い果てた。そう思って今後も生きていこう。はい、10キロ到達して今59分50秒です。はい、いい感じに調節できております。あと2時間頑張りましょう。ちょっともうしばらくこの須磨の海岸を走ろうと思います。信号もなくて非常に走りやすいんで、ちょっとしばらく走ろうと思います。はい、水分補給します。暑いね今日。お腹空いたな。ハンバーガー食べたい。ハンバーガー、モリモリのハンバーガー食べたいわ。今日はねウーバーワールドの音楽じゃなくてラジオ聞いてます。上沼恵美子さんのラジオが3時間あるんで、それを聞きながらね走るっていう。もうこの3時間やったらね大事よ。ラジオ聞きながら聞く、ラジオ聞きながら聞く。日本語がラジオ聞きながら
走るこの3時間貴重、ほんまに。みんなもあの上沼さんのラジオ聞いてくださいね。はい、15キロで今1時間30分です。結構いい感じのペースですね。てかさっきすれ違った外国人の人らめちゃくちゃ足長かったな。ちょっと分けてほしいわあれ。あのカップルが自撮りしてる後ろに映り込むのって最高に気分いいですよね。はい、もう2人の思い出に僕がもうフューチャーもう入っちゃう感じ、うん、もう最高っすよね、うん、最低やなほんま最低やな。まあでもなんかですね、こう海辺とかを走ってるとあのカップルとかじゃなくて女の子同士で TikTok の動画撮ってたりとかするから、なんかね昔はなんか考えられなかったじゃないですか。でもなんかやっぱ時代の変化やなってめっちゃ思いますね。さっきまではバレーボールしてた、今ドッジボールしてますね。ちょっと俺も混ぜてもらおうかな。あれほんま何なんかな、大学なんかな、分からへんけど、僕大学行ったことないんで、僕あの専門学校卒業生ちょ走ってる時の喋りグダグダ。専門学校ね卒業してる人間なんで、大学とかちょっとこう憧れではありますよね。学食とかあんな憧れますよね。大学って勝手にあれ入っていいもんなんすか、学食だけ食べに行くとか。食べに行こうかな、どっか適当に。お腹すいた。はあ、疲れてますけどなんか天気がいいからか気持ちよく走れてますね。昔はねこんなね道舗装されてなかったんですよ。もうすごかった、言葉にできんけどこんなほんと綺麗じゃなかったんですよ。昔からスマとか着てる人はわかると思うけど、こんな綺麗になったのほんまここ数年前です。だから感動っすわ正直。もうあの車すごいな、ギリギリまで行くよ、攻めてるね。まあでも僕はねおじいちゃん家がこのスマにあって、よくあのちょっとねこっからと見えてないけどスマの水族館とかよく行ってましたね、一人で。あの小学生の時にあののびのびパスポートっていうものをもらうんですよ。それは兵庫県の神戸にある博物館とか美術館にただで入れるっていう、そういうところも行けるんで、よく一人で遊びに行ってましたね水族館とか。はい、2時間経過して距離が20キロと300メートルですね。はい、というわけで垂水の方に帰りましょう。さすがにちょっと足が疲れてきたね、お腹も空いてきたし、あと1時間頑張ろうと思います。さっき走ってはる女性の人とすれ違ったんですけど、美人やったわ。もう後ろついていこうか思った、スラストーカーや。まあでもたまにこう走ってて別のルートから前に女の人が来た時にめっちゃなんか嫌なんですよ。嫌っていうのはなんかどう言ったらいいかな、こうなんかね、なんか後ろ追っかけてるみたいになるからなんか怖いんですよ。なんかチラッと後ろ見た時、見られた時にえみたいな顔される時あるから
それがね、怖い。ちゅうわけで、よし、頑張ろう。腹減ったー。まあでも実際のねマラソンのレースはもっと早いわけやから、こんな、まあこれは練習やからね、ゆっくり走るっていう。お腹空いたー。まあ実際のマラソンってまあでも僕これ出るの3回目やからやっぱ緊張しますよね。今から緊張するというか、こんだけ走ってもできるんだろうかという不安はやっぱり消えませんよね。まあ自信満々かよりはまあ多少の不安はあった方が緊張感もあるしいいと思うんですけど、今回はね、まあ、YouTube に載せるんでやっぱりちょっとこう気負いしてしまうとこがありますよね。海は広いな大きいな、全然価値分からへん。はい、25キロで2時間28分でございます。あと30分、ええ感じですね。今日ねシューズリアクトインフィニティ履いてるんですけど、この靴もうすぐ1000キロぐらいなはずなんですけど、クッション性が全然なんか衰えがないというか、いいっすね。さすが怪我ゼロを目指しているシューズだけはあるなと思います。はい、27キロで2時間39分でございます。はい、あと3キロ。ここに来て3キロが長いと感じる。まあでもね、毎日10キロ走ってた時もそうなんですよ。残り3キロが一番きつく感じるんですよね、なんでかわからんけど。はい、28キロで2時間45分くらいかな。ないないない、鳥も喜んでおります。僕が帰ってきていることに歓喜しております。全然まだまだ喋る元気あるな。てかまだ走る元気があるんですよね。どうしよう、もう少し走る。いや、あかん。そういう時があかんね、やりすぎてしまうところ、そういうのを直していかなあかん、調節していかなあかん。うまく。はい、29キロで2時間51分になります。はい、ラスト、まあ、またここぐるっとしようかなと思います。はい、3時間走終わり。はあ、しゃあ歩きましょう。ちょっと、はい、ゲボンです。今日のランニング終わりました。記録はこんな感じです。はい、久しぶりの30キロ走でしたね。はあ、疲れた。もう途中なんか眠たくなってきましたね眠たいっておかしいやろと思いながら、自分でも
まあでももう残り2週間ぐらいなので、なにわ淀川マラソンまで最後までね、できることをやって、サブ3を達成しようと思ってますので、応援の方よろしくお願いします。あにしてもお腹すいた。てかあのガーミンのね、なんかあの予想タイムとかあるじゃないですか。なんかあの VO2 MAX とか、なんか最近ね別にそんな僕めっちゃ激しく走っているわけじゃないのに、なんか走りすぎですとか、なんか VO2 MAX もね、なんか勝手に下がってくるし、なんでと思ってなんかこのガーミンのこれを全て信じていいものなのか、ものなのかなとか思いながら、最近ちょっと疑問に思うことが多いですね。はい、そんなわけでもうお腹空いたんで帰ります。というわけで、今回の動画最後まで見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価、コメント、Twitter、インスタもやっておりますので、ぜひチャンネルフォローの方お願いします。それじゃあバイバーイ。 Thank you.